今回また心理探しですか。はい。またね、尾形さんの、はい、まあ、趣味なんですけども、はい、心理を探していこうと。幽霊はいる、いない。来ていただいて。広さの割に音量すごいなんか響いてます。過剰ですか。いやいや、いいと思います。なんか密室空間なんですごいドキドキしますね、うん、この声の大きさが。じゃあ今回また前回でのゲストの、ね、会場の小町の方ですね。お願いします。ランドセルさんです。はい、そしてアクセントの西村です。お願いします。まあ、まずじゃあまた前回同様、はい、どっち派なのかまず言いましょうか。はい、じゃあまず小松さんから。まあ僕はですね、幽霊はね、見たことないです。とりあえずは、はい、見たことなくて、はい、これいないと思ってます。お、いないは。勢います。いない。いない。いないような気がします。僕もいない派ですね。ああ、じゃあもう二人揃って。はい。あ、そうなんだ。へえ。うん。あ、そういう話今までしてない。もうなるべくしないように。なるべくしないように。するくないでもなんか、そうかしないか。そうですね。多分信じてなかったからしてないんでしょうね。え、お二人は。僕は信じる気はあるんですけど、まあ、見たことないんで、はい、まあ、それを証明してくれたら全然いるに移動できますけど、まあ、僕自身は体験してないんでいない。あ、いない派。はい、いない。あ、いない派が多い。へぇ、いない派なんだ。私は、いる派です。え、でもいる派が多いよ、普通は。普通は。珍しいと思う。だいぶ珍しいですね。見たことあるんですか。うん、見たこと、見たことというか、気配。見たことはないです。目で、その物体を、うん、はないです。気配だけ、うん。僕は信じている。いる派で、ね。いる派で。僕は見ました。僕は見たので、見たんですか。はい。ちゃんと見ました。これ、これは気になりますね。そう。いる派というかもう、分かった派みたいな感じですね。分かった。なんか、おることが分かった。決まった。そんな感じはもう、だから言ってますね。何を話すんだろうっていうぐらいの。僕らが信じるかどうかってことですね。そうですね。その話聞いてたよね。僕らをじゃあちょっと信じさせてみてください。そうね。今日はそう、まあ、そう、そういうしかない。見えてんねんからね、実際に。いる派でいてください。いや、いる派やけど、見えてん派やから、ちょっとなんか、上行ってんな、みたいな。あ、そうです。私も見てはない。気配を感じている。そうそう、で、見ている。うんうん。まず、まあ、いない、なんでいないと思うか。確かに。聞きたいな。でも、今日はいないと思う理由ってシンプルですよね。うん、見たことない。まあ、見たことないし、その、こんなに人間がいて、うん、科学技術が発達してて、うん、証拠がないっていう。あ、いるっていう証拠が、うん、いる証拠がない。ないもんね。ってか、っていうところ。なあ、その、何兆人死んでんの？ああ、うん、めっちゃ死んでますわ。人間って。今までの全部入れたら。それで、なんか、あの時の悔しい思い残したやつだけが幽霊になるの？いろんな怪しとれますよね。動物の幽霊はとか、うんうん、そう植物はとか、確かに、うん、あとなんか髪の毛の長いとかって多いですよね。ありきたりすぎて、うちらとかがもし死んだらなんかね、ショートカットなんかショートカットのものとか、坊さんの男がとか、うんうん、そういてもいいですよね。色黒で歯白い男が後ろに立ってたんですみたいな。今もね、だって最近なくなった、最近死んだ、うん、もっとマッチョになりたいっていう思いを残して死んだ、で、幽霊になった人は、一回も見えない、うん。それも強いの意志が。それ強いんですか。いや、だから、軍人さんとかが多すぎるというか、そうなんでまだ軍人さんずっと見続けるのっていうのはあるかもね。確かに。黒髪と、なんか日本兵とか。うん、そうそうそう。まあ、あと、びちゃびちゃのな。びちゃびちゃの。確かに、揺れてた。びちゃびちゃのびちゃびちゃのやつ。女性多いですね。うん。いろんな疑問点はある。確かに、確かに。うん、まあ、映像で見るからなのかなと思いますよね、それは。ああ、その実際で見たら。そう、だからそう、やっぱフェイクがあるじゃないですか、その、怖いドラマとかなんか、映画は、多少怖くしてんのかなって。フェイクがって言うんだよね。フェイクが、フェイクが。本当に信じてる人のあれだ。確かにその、フェイク、まあ、フェイクと実際のやつが、まあ、混じってるとは言うよね。写真にしたってそういう、映像にしたって。100枚あったら、1枚、2枚が本物。本物で、ほとんどはフェイクっていう。あ、これは本当だ。これは本当そうでしょ。ソルトさんの登場です。はい、お邪魔します、はい。幽霊いるいないですか、はい。私はいる派です。いる派です。じゃあいる派3人でいない派3人で。勢力が。まず幽霊がいるって信じるとか、まあ、いわゆる守護霊とか自爆霊とか、もうあらゆるすべてのいわゆるルールがあるじゃないですか。うん、
それも全部その通りと思ってるってことですか？単純に、それしかないじゃんっていうのは、見てないからかなっていう。はいはい、俺が見たタイプはそういうタイプとかじゃない。なんか本当、普通の人だったから。見た目はどういう人？見た目は、ふくよかなおばちゃん。ショートカットの。ああ、じゃあもう、今ので。なんでまずそれを幽霊だって思ったんですか？あ、そうですね。まあじゃあ、この人見た経緯から話すと、小学校の時に、七不思議みたいな。あるじゃないですか。なんか給食の時間終わった後に、なんか、体育館の裏のトイレ行ったら現れるみたいな。っていう七不思議みたいなのがあって、でそこをまあ友達とみんなで見に行ったんですよ。で、それ女子トイレを見て。で、その時に、トイレ、あと、鍵閉まってたんですね。入れないようになってて。で、窓から、まあちょっと中見れるみたいな。台するトイレしかないじゃないですか、女子トイレなんで。扉が、こういう風に見てたとしたら、こういう風に開けるタイプで、中が見れ、ちょっと見れないみたいな。で、こっち手洗うとこだったんですけど、鏡があったんですよ。で、鏡で反射してみたいな。そこがなんかポワッと光ったんですね。で、あ、今光ったみたいな。ってなってから、その、目の前の、その見てた窓も、急にバンって光ったんですよ。で、そこで、その友達、まあ、4人いたんですけど、みんなうわーってなって自分の教室まで帰って、見たみたいな。うん、で、なんかその、もう、ちょっと本当に怖かったから、ちょっと、それ以上はもうみんなちょっと喋らないみたいな。まあ子供ですから、ね。そう。なんか見なかったことにしようってことにして、怖いことは今起きたけど。で、家帰って、自分の部屋、マンションの、1階なんですけど、自分の部屋の外はちょっと崖になってて、怖っ。あ、まあ、その、ちょっと説明ですけど。怖だったな。変な家に住んでるってことは分かります。で、その自分の部屋でくつろいでたら、もう本当普段そんなことしないのに、何気なしにその、換気をしたいって思って、で、窓をバッて開けて、したら、そこに人いるはずないのに、なんか、おばちゃんが、それこそさっき言ったふくよかな、おばちゃん、多分本当僕よりちょっと大きいぐらいの、おばちゃんが、この手をこう組んで横でこう見てたんです。なんかこう窓を開けたらそこに目の前にいて、つまり宙に浮いてたってことですか？宙に浮いてたのに、でもその足は見えない状態、ああ上半身で、でこうやって見てて、なんか一瞬ニコって笑ってから、その部屋の中スーって入ってきて、なんか自分をこう通り抜けて、バーって見て、あ、いない、なんだみたいな、っていう、だから幽霊なんで、その、日本兵とか、その、それは塀乗り越えるとか動作なしに。なしなしに。ふわーって入ってきて、でも、それ最初のあの、トイレと関係あるんですか？いや、あれ、だその日だったから、もしかしてあるのかなって、その女子トイレとかだし。そのというか、同じおばちゃんってことですもんね。あ、その、見たのは光だけだったんだけど、最初は。そこがですね、その本当に体験した話なんです。そのオチも別に、いや、でここでうわーみたいなのもないんですけど、つまりその経験があるから、もう自分の中では幽霊絶対いるわっていうことですね。そう、だそれを小3ぐらいから親にずっと言って、今もたまになんかそういう家族で話になるときに、その話すると、あんたずっとそれ言うよね、みたいな。それはね、そう、その、それは家族のあるあるよ。え、その崖って、その、人がこう、なんか飛び降りた話とかあるは、で、そういう話はなかったんだけど、でもその、学校のそもそも校歌で、緑の丘つってて、昔お墓だったみたいな。あ、まあ、昔はなんかそういうお墓とかに学校建てるって安く建てられるみたいな。あ、まあ、あって、まあお墓だったっていう噂は聞いてたんだけど。小3の頃っていうところが今僕は懸念点です。確かに。子供の頃だからっていうのと、その頃って、西村さんのメンタルはどうでした？その僕はやっぱ、すごくロジカルに僕は決めたいんですよ。どういうこと？やっぱよく言われるのが、なんか、その、不安だったりとかが、いわゆるそういうの幽霊がいるって思わせちゃうみたいな。幻覚みたいな。そう、まあ幻覚が。柳がね、揺れてる。だから、その頃西村さんがメンタル的に、いわゆる、ちょっと辛い時期のとかだったら、俺、全然練り消しで楽しく遊んでたやつ。こうしてたよ。本当にもう、普通の少年が見たってことですね。うん、その、一緒にトイレいた友達たちは、うん、その後、なんか、家で見たとかあったんですか？うわ、なかった、俺だけだったの。西村さんだけなんだ。なんで西村さんだけなんだ。その全体像は見れたんですか？その、こうやって来た時に、足と。あ、でも、下半身だけやっぱ。
なんか紫っぽい服着てて。下半身見てない？下半身は見てない。さーって。そう、さーって。すごい思うのは、うん、西村さんのことは信じてるんですよ。西村さんが幽霊を見たっていうことは信じてるんですけど、西村さんが、いわゆる物質的に、本当にその、この現実に幽霊がいるのを見たのか、それとも、西村さんが作り出したイメージを現実を捉えたのかっていう話なんですよ。幽霊がいるかも。ほんまにそう。俺ほんまに全然関係ないんだけど、なんかお金を渡したって言って、うん、もう渡したイメージ、もう映像出てて、うん、渡したよって、俺のカバンから出てきた。ああ、でも何回もあんねん。そうですね。俺は、言ったら、江戸時代やったら、俺からしたら狐につままれたっていう話になるやん。でも、だとしたら、もうちょっとうまく落ち着きません？なんかその。西村さんの意識外で、西村さんが作り出したイメージなんじゃないかっていうところが、やっぱ僕は一番今、緊張ついてると思う。ああ、いや、そうそうそう。でも今ここで、西村さんが見たら、みんな、その、信じるというか、今そこにいますとか言って、こういうことで、こういうことで、こういう、ちゃんと、追って、意識もちゃんとしっかりしてて、今喋ってて見えたら、私は、おるんかなと思う。ちょっと待って、おる方でしょ。なんで急にその人がいない派になるかしら。いない派で聞いたの。なんかちょっと、平等に見れるし。それは違う、いる派で見る。ごめん、ちょっとあの、なんか、攻めてましたね。ごめんなさい、なんかちょっとあの、ついを、なんか聞きたかったというまだその、まだ実証ができないから、そうですね。藤原さんみたいな経験された方っていう。私もおばちゃんの幽霊見たことがある。あ、それをだから聞きたいですね。学校でおばちゃん、やっぱおばちゃんが多い。学校って学校も多いですね。おいくつの、それはどういう、まあ、中学生の時に。あ、でも大人だちょっとじゃん。あの同じ部活のメンバーと5、6人で、普通階段を3階から1階までバーって降りていってたんですよ、うん、で廊下につながってる方の階段と、はい、あの踊り場とあるじゃないですか。はい。で、わーって降りていってて、私だけ先にちょっと早めに駆け足で降りていって、したら下から普通におばちゃんが、細身のおばちゃんやったんですけど、ショートカットではありましたけど、登ってきて、 PTA の人かなと思ったんで、知らない人だったんですけど、こんにちはって挨拶したんですよ。したらその踊り場のところですれ違ったんですけど、みんながじゃあ誰かいるんかなと思って、その角ヒュッて曲がったら誰もいないと。うん、私が一人でこんにちはって誰かに挨拶をして、でそのまま何も気づかなく、気づかずに私が一人で降りていくと、はあ、え、今誰に挨拶をしてたの、すっごい待ってて、ボケた、ようわからんボケした、うん、いや、そう、なんかおったやん、おばちゃんが、で私は逆に普通にほんまの人間やと思ってすれ違ったんです。ああ、そういう方もあるって、はい、なんか言いますよね。幽霊やと思ってなくて、普通におばちゃんとしてすれ違ったけど、もう明らかにそのおばちゃんがどこにも行きようがないところで、うん、みんなが角曲がって誰もいなかったよっていう、うん、幽霊なのかな。ああ、そうそうだね。そこにたどり着いたって感じなんですね、うんうん、はい、うん、返しとかも特になかったですか。あ、なんか、あ、こんにちはってでも言ってくれましたね。え、向こうが、はい、こんにちはって、こんにちはって言ってくれたんですか。言ってくれたと思います。え、こんにちはって、まあ、悪い幽霊じゃないってことですよね。こんにちはって言ってくれたから、にこやかに会釈したかわかんないですけど、なんか、なんか返してくれた記憶があります。なんで意味があるの。幽霊がないですよ。まあ、死んだことに気づいてないんですかね。あ、それだけが幽霊に乗ってるなら。ちなみに、あの精神状況は普通でした。それそこだけです。じゃあ確認しないと、こう、もういない間にちょっと待ってた。一人で楽しく遊んでましたね。あ、一人で楽しく遊んでたって言うから。やばいやばい。友達がいます。そうですね。友達はいます。でこれに関しては友達もその状態を見てるって。見てない。見てない。幽霊だけでも挨拶した、見てない。挨拶してる、そっか。誰と挨拶したのっていう。見てないから信じない感じですか。そうです。もう本当に一番の理由は僕はそうです。見てないからだし。これをでも、どう覆せるんだろう。逆に言えば、なんでこう幽霊を見た人が、うん、私が見たのって、多分私が作ったイメージなんだろうなって思わないのかなって逆に思うんですよ。なんかその、話だとさ、うん、こう、物がなんか宙に浮いたとかさ、ポルターガイスみたいなね。そうそう、なんかそういうので、ガラスが割れたとかさ、うん、それは人間がやってると。あ、そう、俺は人間がやってると思ってるの。だから俺、超能力が信じてるんですよ。ああ、そういうことね。はい。幽霊は信じてなくて、人間が作った能力だと思ってるんです、幽霊って。
じゃもう一個話していいですか、はい、それはあのポルターガイストの方なんですけど、はい、あったんですか、すごい経験してる、これはもう弟も経験している、はい、で俺と弟でお盆とかの時期になったら流す、ありますね、そういう時期になってやっぱ怖い番組とかが多くなってくるんで、でそれを弟と見てて、4人兄弟で親2人いて、で下妹を連れて親が買い物に行ったんですね、はい、で家は僕と弟だけで、弟とそういうのを見ながら、まあ、俺が弟ちょっとビビらせてた、これが小6の時の僕が、うん、で弟が幼稚園生みたいな、で僕がビビらしてて、でまあ僕はそれ見てケタケタ笑ったんですけど、でいつもそのうち家族が多いから、あの親が買い物から帰ってくると一回その荷物運ぶの手伝ってみたいな感じで言いに来て、で僕ら弟と二人で分かったって言って家出て、その車から荷物運ぶみたいな、もうこれはもう習慣というか、うん、だったんですけど、でそれ見ててやってた時に、あのガチャンってちゃんと鍵が開く音がして、で、あ、帰ってきたわみたいな、じゃあ荷物運ばなきゃねって言って外出たら車もなくて、うん、で、あれ鍵開いたよねみたいな、で、親に、でも怖くなっちゃって、それが幽霊とかじゃなくて普通に怖くなっちゃって、誰が開いたから鍵が、電話したら今どこにいるのって言ったら、まあどこどこスーパーにいるよみたいな、で閉じて、いやでも今鍵開いたよなみたいなことはあったんですけど、これはじゃあもうこの現実にその鍵がちゃんと開いて、はい、俺も弟もその音も聞いてっていうのはどういう風になんかその開きそう未遂じゃない？その顔でガシャってやってたら、ガシャってやってたらドタドタって走ってきて、あ、おるんやっつって、うん、帰った、うん、幽霊は信じてないけど、生き霊は信じてるってことですか？生き霊は信じてないです。とか、幽霊という概念は人間がつけたと思ってます。うんうん。え、じゃあ、その、なんか、現象みたいな、私は幽霊見たことないんですけど、はいはい、私、あの、看護師をしてて、一番、その夜の夜勤というか、まあ、やってるんですけど、まあ、その1年目。意味一緒やね、夜の夜勤。もう、日本語に厳しい。決め口みたいな。1年目にあの私結構重い人をあの、はい、担当してたんですね。89歳のあの、はい、まさみさんっておばあさんなんですけど、でもう結構もうちょっと先が長くないみたいな言われてて、それ重いっていうの、あ、ごめんなさい、症状が重い、状態が重いっていうんですけど、うん、でまあ夜勤しててもうあのガラッと開けたらもうここにいたんですよ。 まずそのまちゃみまさみさんがここにいて、まちゃみって普段呼んでるぐらいなってさ、まちゃみさんまちゃんかまちゃみ親しくするためかな、そうそうそう、はい、ほんであもう怖って思って、まずそれで現実のあれ、そうそう、現実のまさみさんがここにいて、はい、なんか今日はおかしいって、こんなところまで歩かれへんのですよ、状態的にもずっと寝たきりというか、もう車椅子でしか無理やから、でももうここであの立ってたから、あ、もう怖っ、おかしいと思ったら、まあ、とりあえずベッドに戻して、じゃああのちょっと旦那が迎えに来てるって言って、飛んでかもしれませんみたいな、で、あの旦那はあれなんですよ、もう死んでて亡くなってて、あ、でももうあの全然しっかりは一応してるから、いつもそんな発言一回もしたことなくて、その人でもなんかもうそこに来てるから、そろそろ行くわみたいな感じで言って、でその次の日かなに亡くなっちゃったんですけど、あ、よくありますね、でも私もそんな経験なかったから、あ、まあ、え、ほんまに亡くなったんやみたいな、じゃああれはほんまに見えてたんかもって思ったり、なんかあの夜勤の時になんかあの その後ろにいる方って誰ですかとか、よくほんまによくあるんですよ、うんうん、だからまあその人が見えてるのを私は見てるというか、あ、見てる人を一回見てきてるってことですね、そうそう、ほんでそのなんか旦那が迎えに来ているとかの発言の後に亡くなるっていう、なんかこの現場を見たらいるんじゃないかなって思う、あっち言うやん、あっちの話、何あっちって、なんかあの病院であの赤い女の子がいる、赤いワンピースの女の子がいるって言われてて、ちゃんと見てないですか、それで見てないって言ったら、ちゃんと見てる、なんか赤いワンピースのちっちゃい女の子がいるって言われてて、私もその仮眠室行かなあかんから一回行ったんですけども、はい、なんか気配がもう全然もう気持ち悪くて、でも気配しか感じなくて、でも私ここで寝れませんって、もう絶対寝たら変なこと起こりそうと思ったから、寝れませんって断るぐらいちょっと変な空気を感じてて、で赤いワンピースの女の子自体はまあ
病院におるっていうのを把握してて、でその後日家で上に管理人さんが住んでる、おじいちゃんが住んでるんですけど、その管理人のおじいちゃんが孫が遊びに来てるからって言って、なんかその呼んでくれて、でじゃあなんかその孫さんがのおじいちゃんの外にずっと赤い服の女の子が浮いてんねんけどみたいな。それが7階かな、はい、おじいちゃんの家が7階で、わすごい、だからえあれ、あの子ちゃんみたいな、ついてきてんちゃんっていう、全然違うところから同じような人が見えてるというか、で服装とかがでも同じこう、そうそう、赤いワンピースっていうのを、で、あの年齢とかもなんか小学、うん、高学年ぐらいとかで、なんか一致するのがまあ怖いなっていうのと、そう、女の子は病院に出るというのも知らないはず、うん、そうそう、全然全く知らんところから言われてるから怖いなっていう、そうか、共有してるっていうところが不思議なことですよね。だから私が連れて帰ったというか、しかまあ考えられへんくて、もうなんかどっちにも出るっていう、つぶさに異常はなかったんですか、何か。いや私結構いつも異常というか、なんかそのなんていうの、霊を取り憑かれるめっちゃあの気質というか、もう家とかに遊びに来た人が、あベランダになんかおっちゃんおるとかめっちゃ言うんですよ、なんかずっとこっちずっと覗いてるよって、まあ6階なんですけど、そうずっと覗いてなんか睨みつけてるけど大丈夫みたいなとか、なんか常におるというか。俺はあのなんていうの、昔話とか、はい、そういう話って言ったらその子供の教育のための話だと思ってて、妖怪とか、そうそうそう、裏庭には鬼が出るよって、裏庭に行ったら迷って死んじゃう可能性があるからっていうのを言っても子供分かるから鬼っていうこと、怖いことを言ってっていう教育の薄いのをずっと浴びせられ続けた俺たちが、そういう幽霊に近しいものを見た時に、直結してしまう、うんうんうん、で自分の推理がこの点と点が直結した時ってすごい大発見したと思って、それに絶対的な自信を持っちゃうね、はいはい、それが傍から見たら穴だらけの理論でも、こっちはあ、それうわピンときたってなったら、もうそれが絶対そうやんっていう風になるから、そういう風に考えてしまうタイプの人なのかなと思います。だからまずこの時代にがかなはスカートかっていうのもありますよね多分ダンピースが、ダンピースがで、まあまあ着るか、でも国によってすごい変わる、違うじゃないですか、文化が、幽霊の文化、もっと宗教的なこと言えば悪魔なんか取り付くとかなったり、うん、でなんか国によってまずその幽霊の概念もルールに変わってくるのもすごく不思議。こと日本で言った時に、うん、あの念が強いと、その未練が多いと幽霊になってしまうみたいな話があるじゃないですか、うん、か昔の江戸時代とかのメンヘラが好んであの格好をしてたんじゃないかなっていう、ああそのメンヘラが白い服着て、だから300年ぐらい経ったらもしかしたらあの涙袋パンパンに返した幽霊が300年後でも今出てもおかしくなくないですか。確かにそう。確かに。今言う、昨日なくなって。昨日なくなってもすぐ、ボスの人に出てほしいけどな。ってなった時に、その増えてないっておっしゃったじゃないですか。実は増えてて、その、歴史の長さ的に、その、まだ白髪、はい、じゃ黒髪、はい、白装束の人数が多いだけで、おばちゃんを見ているので、もしかしたら涙袋パンパンの人を見てる人が、はい、いるんじゃないか。いるのかもしれない。赤ちゃんの幽霊は、何を恨んでんの？それで言うと鳴き声が聞こえるとかですね、気がついてないパターンかもしれないです、死んだのを気がついてないパターン、あーまあそうか、いろんなパターンありますよね、いろんなパターンそれでまあね、生きてもっとお母さんといたりとかもあるかもしれないですね、あ、うん、でもなんか動物の霊はなんかないみたいな言ってたけど、はい、私一回なんか奈良公園めっちゃあるんですけど、で鹿めっちゃ出るところにドライブ行って、帰りにちょっとあーとか言って友達に言われて、何言ってたら、めっちゃでっかい鹿ついてるでって言われて、いや、そうなんですよ、あなたに、いや、もうそうなんだけど、めっちゃでっかかったです、獲物仕留めた感じで、そう、それもう普通の鹿じゃないって言われて、だから多分その動物の霊もあるんやったら、めっちゃでかい、怖かった鹿側の目的を知りたいんだよ、そうそうそう、張り付いてます、おっことの鹿もそう、なんかめっちゃでかいじゃ恨みない幽霊は天国に行くと、じゃそのルそれって別に宗教的なルールじゃん、うん、天国とか地獄って、うん、恨みがなかったら
地球上にはいなくなるっていうシュッて消えるんだから。でもさっきみたいな、いい漫画があったらいる。西村さんが見た、あの、おばあちゃんとか、ソルトさんが見たおばあちゃんって、まあ、全然わかんないですけど、なんか悪くなさそうじゃないですか。まあそうですね。だから、なんなんですかね。なんかその。なんでいるのっていう。なんでいるの、しかもそうですけど。なんでいるの見てさ、めっちゃもう引っ張ってくるときよくあるじゃない、なんか引っ張られたとか。はい、あれはもうどういうふうに、でも、河村くんの感覚で言うと、例えば、あ、で、勝手に手が動く、幽霊が引っ張ってるんだって思う人もいると思うんですけど、僕は、あ、自分の脳みそがバグってるって思いますね。俺もそう。ああ。あと感覚的にそういう感じに感じたんで、ああ、みたいに思っちゃいますね。あ、なんかなんだっけ、薬品とかやってこう体に虫が這うみたいな、あーみたいな、そうですね、こうやるみたいな、薬とかやるとやっぱこう活性化して幻覚いっぱい見ちゃうみたいな状態に普段からなってる人の方が霊感強いって言われてるのかなって僕は思っちゃう。とある大学教授の人が、はい、幽霊をプラズマだって言ってる人がいるんですよ。あー、なんか聞きますね。電気信号が、はい、脳の回路ってもう要はそうじゃないですか、はい、全部電気信号で、うん、今見てるものとか喋ってることとか感じてることとかも記憶とかも全部電気信号が、はい、念が強いとほわっと残ってしまって、うん、そこが溜まっているところがなんか心霊スポットとか言われたりして、そこに行った時に、うん、お肝試し行った人の脳にその電気信号がパッて入るから幽霊を見た。あ、見せてるこのプラズマというか、うん、こっちの存在を言ってる人もいるんですよ、はい、全然話違う、なんですか、話してないやつが、はい、あ、赤いその、うん、ワンピースの女の子いたって、で知らない人が、うん、あ、いたっていうのも、まあ、ちょっと筋通りますよね。そうですね、そいつが見させてるってことですね。はい、あ、だから、まあ、車でどっか心霊スポット行って全員が車の窓叩かれたとかいう、全員で一致するなんか現象って一人が発信してるっていう、その磁場をっていうことになるってこと。だその車で行った場所にあるってことですよね、磁場。その可能性。その磁場が乗ってる奴らに全員に信号送ってるって。で、雨とか降るとか言うやん。そこの場所だけ雨降ったり、その心霊現象として。だからこうやっぱテクノロジーが発達して、でも絶対幽霊を見る人って減ってきてると思うんですよね。昔に比べて。どうなんだろう。減ってないのかな。そういうの知らないけど。番組減ったよ。番組減ってますもんね。やっぱだから、全部フェイクだって言われちゃうから、だと思うんですけど。心霊写真とかはね、もう、ね、作れるじゃないですか、ね、映像とか、結局あれだよな、こういないと思ってるけど、でも俺はいないと思ってるけど、すごい怖いね、あ、分かる、そう、何も怖いね、そう、それを聞きたい、ね、夜の病院とかすごい怖い、ね、幽霊はいないと思ってるけど、幽霊がいたら怖いと思ってるんですよ、うん、そう、いたらいや怖い、でも見えへんねんから別に大丈夫やんっていう、うん、こっちからの俺はそう、俺はそう。だから別に何の現象が起こっても、別に幽霊を信じてないって思ってんねんから、大丈夫じゃない。怖いっていうことの感情にならんくなる。うん、じゃあまあいいや、廃墟とかやったら廃墟自体が怖い可能性があるから、はい、もう場所、もうその電信柱だけある、公衆電話と電信柱だけあるところに、ちょっと1時間いといてください。昼間、明るい時、はい、っていう。全然怖くないよ。あ、それは怖くないですか？全然怖くない。あ、怖いです。僕は怖いです。めっちゃ怖がりです。怖いな。でもお化け屋敷を怖がってるのと同じ気持ちです。あ、お化け屋敷って作り物って分かってるから怖いのかな。なるほどね。別に幽霊もいないって分かってるけど、うん、幽霊がいるって言われる場所に行くのは怖い。で、お化け屋敷って絶対に出てくるっていう怖さがあるんじゃないかなって思う。ああ。違う怖さなのかなとか思うけど。ね、ああ、確かにそうですね。これが人間が一番怖いから。まあまあ、人間が一番怖いんだ。ちょっと幽霊出されても、むしろ物陰で人間がずっと潜んでる時の方が、なんでずっと潜んでんのっていう、その人の意味のわからんさの方が怖い。確かに幽霊だと思って、本物の人間だったらめっちゃ怖い。本物怖い。めっちゃ怖いです。でも幽霊を見た経験があるから、幽霊の方が怖い。幽霊怖いんですかというか、逆に見た人は。逆に怖くない。怖くなさそうだね。まあ、そう、怖い幽霊、なんかその怖い思いを体験してないから、その見て入ってきたぐらいで。人間の方が怖いと。うん、ああ、怖いっすね。そうですね。崖ギリギリにこう、はい、ツバメがこう、うまく餌取れるツバメっていうのは、うん、うまく取れんねんけど、崖ギリギリに行くからすぐ死んで、その死は反映せへんらしい。怖さが麻痺してるから。
っていうのを幽霊っていう物体で残したことによって人間を進化させるっていう、人間という動物自体の意向なんじゃないかなと。そのために幽霊が存在したからと思う。なんかめちゃくちゃ納得できる。あ、だからこう、さっき言った、例えば廃墟とか森とかに行ったら、いわゆる危険だけど、そう危険って、その分からせるために幽霊、さっきその昔話とか。そう、昔話が幽霊に移行したのかなと思う。それがないとやっぱ進化しせへんし、向こう水は人間ばっかりやったらやっぱり、あの、一平さんやばいじゃないですか。そうですね。これはもうすぐ、だから死ぬに。崖行くんや。崖ギリギリに飛ぶつばめ、俺。廃墟入っていくんですか、夜。廃墟入っていく。危ない危ないって言われます。オランダーとか言いそうです。一人キャンプ。なんでそこに住むの？一人キャンプ。見ても気づいてない可能性あるよね、だって。ありますあります。それも。私も友達いなかったら気づいてないです。ああ、そうですか。ああ、そっか。ちょっと、もう結論時間そう。やばすぎじゃないですか。実は別に、また第2回で、みんなが出会う日。これはでも、小野さんが決めることもっと材料持ってます。小野さんの中で結論出たの。じゃあ、幽霊は、いきなり、あ、そうそうそう。いつもこれ分からない。いつもどっち言ってるか分からない。いない。あ、いない。いない。そうなの。自分の元の意見と変わってないっていうことで、揺れへんかったってことですね。毎回こう揺れる時間。揺れる時間だよね。ほんまにそうなんです。毎回あんのこれ。揺れる時間あるんですか、うん、話を総合しますと、やっぱ幽霊っていうものは、あ、でも存在するのかな今いるって言いかけても確かに難しいな、まあさ。一番やっぱこう、鶴さんのみんなが同じ、うん幽霊を見たっていうのは結構でかい。ちょっとその証言として。そうなんだよな。そこが。延長戦あーあーあーこっちに引き戻せましたね。引き戻せるもん。よかった。じゃあ、ちょっとまた延長で。すごい、白熱、はい。ありがとうございました。